団結力が生んだスーパーゴールが炸裂。貴重なロッカールームの映像とともに勝利の秋田戦を振り返ります。もうすぐ誕生日を迎えるビビ君がスタジオ生出演。欲張りで大満足な新メニューを紹介してくれますよ。いいっていうのがサッカーのルールなんで。ありがたいです。おはようございます。オールビファーレン、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお久しぶりのビビ君、スタジオ生出演です。ビビ君メイン MC。 いや、いいんだけどさ、でもね、スタッフも何も言わずにさ、ビビ君がスーッとメイン MC 席に行くってもうなんかどういうことも決まってるみたいな。もうセンター、センター、まあ、いいか、いいね、もちろん、うん、いいんだよ。そしてビビ君、これからのゴールデンウィークはお忙しなんだよね。ビビ君はですね、いろんなところにお出かけすることが決まっているんですが、その情報は後ほど詳しくお知らせします、はい、そしてゴールデンウィークといえばやっぱりあの日ですよね。そうですよ、5月5日子どもの日はビビ君のお誕生日。おめでとう。ビビ君へのお祝いメッセージお待ちしています。はい、ツイッターの方はハッシュタグオール VV をつけて、メールの方はオール VV アットマーク NIB.JP までお送りください。もう早速たくさん来てるんですけれども、かわいいお写真いただきましたよ、はい、ビビ君の好きなお団子になってみたよ。かわいい。お持ちも勝ち点もプラス3ということで、お団子になってくれてる。嬉しいね、ビビ君ね。嬉しいね。まだまだお待ちしています。お待ちしています。何何何、どうした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 、これやっぱり気づいてくれた。気づいちゃったか。今日はね、バレちゃったか。お揃いなんですが、5月8日のホーム仙台戦で先着1万人にプレゼントされる T シャツなんです。 これだ。こちらビファーレン長崎と長崎ベルカ、うん、そして西九州新幹線がコラボしてデザインされた T シャツなんです。いや、実はねこの番組で初お披露目なんですよ。そうなんです。今初めてなんですよ、うん、ビビ君も初めて見られましょう、これ、うん、そうなんですよね。それ羨ましいんだよ ね、 ね、かっこいいでしょ。ふわって言ってる。はい、さあ、そしてね、仙台戦のイベント情報など今日はですね、はい、後ほどご紹介していきたいと思います。はい、それではメイン MC のビビ君、一緒に VTR 振りに行きましょう。スーパーゴールが飛び出した秋田戦を振り返ります。せーの、悪い子はいねえか。秋田だ。今シーズン初の連勝を目指して乗り込んだアウェーゲーム。秋田には昨シーズン1分け1敗と勝てていません。立ち上げ、いいからね、100% 集中で、しっかり行こう行こう行こう、どうぞ高く、行こう、行け、待ってられるんだから、うん、出し切れ、出し切れ、俺らが、すごい。ビファーレの先発は、3試合続けて同じ布陣です。まずは12分、目の覚めるようなプレーが飛び出します。ゴール前に送ったボールは秋田に跳ね返されますが、加藤ひじりの左足ミドルがズドン。かっこいい、かっこいい。風にも乗ったシュートは鋭い軌道でゴールに突き刺さりました。素晴らしい。加藤ひじりの今シーズン1点目はスーパーゴールとなりました。まさしくスーパー、ズドン、気持ちいい。その後ビファーレンはセットプレーからチャンスを作り出します。16分エジガルがヘディングシュート。惜しくもゴール右に外れます。あと少し声出ました。22分今度は谷が頭で合わせ逆サイド狙いますが、これもわずかにそれ、ゴールとはなりません。高さありましたけどね。後半に入って主導権はビファーレンが握ります。52分クリスティアーノのクロスに徳田が合わせます。63分には奥井のロングスローから最後は米田がシュート。しかし秋田守備陣のブロックに合います。その直後にも徳田がシュートを放ちますが、ここも秋田がブロック。68分米田のクロス、徳田が落とし太陽が狙います。これが相手に当たってゴール方向に向かいますが、わずかに外れます。惜しい。これだ。
72分にはエジガルが強靭なキープ力でドリブル開始。パスを受けたクリスティアーノのシュートはまたしても秋田の壁に阻まれます。追加点が遠い。するとここから秋田が反撃。79分にピンチを迎えます。まずは奥井がシュートブロック。さらには桑崎二美も身を挺して食い止めます。その後のコーナーキックから強烈なミドルシュートを浴びますが、ここはクロスバーに救われます。終了間際も大ピンチ。ボールはゴールへと向かいますが、奥井と富澤が跳ね返すと二美が駆け出し切り抜けます。みんなで防いだ。体を張ったディフェンスが光ったビファーレンはこれで3試合連続の無失点。嬉しい。そして今シーズン初の連勝で4戦負けなしとなりました。いい流れ。2日前に徳良選手にシュートの打ち方を教えてもらったので、その通り打ったら入ったので感謝してます。3試合連続ゼロ失点で勝てたっていうのが一番嬉しいです。ゴール前で体張ってまずゼロで抑えるっていうのが全員意識していることなので、それが一番の要因かなっていうのは思ってます。まあ今いい感じに調子上がってきてるんで、早い段階で上位に追いつけるように次もしっかり勝ち点差を取りたいと思います。いいですね、この関係性また。おや、相手のセットプレーっていうのが一番の脅威でしたけども、最後まで、集中切らさずに、やってくれたと思います。違うスポーツをやったみたいな感じになるけど、これもカメラだってね、割り切って発展させたと思うんですね。いい集中にしてたと思うし、みんなで掴んだ勝利だと思います。はい、お疲れ様でした。期待が高まりますが、今日午後2時からはアウェーで新潟戦です。そして27日水曜日はホーム水戸戦、水戸ということで、今日の試合を皮切りに5連戦へ臨む選手たちに意気込みなどを聞いてきました。ビビ君いくよ、せーのどうぞ。後ろのビルドアップはすごく安定していて、相手レールに侵入する回数っていうのもすごい多いチームではあるので、まあ、そこからの相手の個の部分のドリブルだとかスピードっていう部分を生かしてくると思うので、数的不利を作らず人数かけて守っていけるかっていうのが大事になってくると思うので、しっかり声かけして穴を作らないようにしていきたいと思います。Acredito que vai ser jogo parecido com o jogo do Matida, né? Esse é um jogo bem parecido, eu acho. Nós já analisamos eles ali, os vídeos deles, já sabemos os pontos fracos deles, assim como eles sabem os nossos também.E acredito que vai ser um jogo de igual para igual, e quem tiver mais concentrado, quem errar menos vai vencer. A gente está concentrado nisso, de errar o menos possível e trazer os três pontos de lá. 新潟さんが相手だと守る時間が他のチームに比べたら増えるっていうのはあると思いますけど、コンパクトにやっぱり守るってことが一番大事かなと思います。テンポよくボールは回されることもあると思うんですね、隙間隙間みたいなところで。ただボールを割らせなければいいっていうのがサッカーのルールなので、クロスを上げさせないとかシュートブロックだとか守備の時間帯ではしっかりやり続けるっていうこと、いい守備ができてボールが奪えればいい攻撃につながるわけですから。超攻撃的って監督が常に言ってるように、まあすごい攻撃的なチームで、3点取られても4点取るみたいなサッカーをしているので、怖い相手だなというふうに思います。まあ、失点も少なくなってきているので、まあ、ゼロで守りきって、でまあ1点、2点取るいつものサッカーでいけるんじゃないかなというふうに思います。まずは試合に絡んでプレーしている姿を水戸のサポーターにも見せられればなというふうに思います。いや、もう常にもう感情を出して練習から
やってるので、もう練習中も何回も吠えられたことありますし、前を向くプレーを常に秋葉さんは求めたので、前を向いてチャレンジするプレーっていうのを常に言われていたので、まあ、その面はかなり伸びたかなというふうに思います。会いたい選手、どなただ？三國選手とかは結構仲良くやってたので、ちょっと、はい、会いたいです。すごいな。何かお土産持ってきてくれますかね？いや、もう必ず持ってきてくれると思います。それは後輩なので。欲しいもん。欲しいもん。がすごい美味しかったので。まあ、それを持ってきてくれたらありがたいです。チーム全体の総力戦になるかなっていうふうに思っているので、まあ全員にチャンスがあるかなっていうふうに思ってますんで、まあ練習から競争して5連戦全部勝てるようにしていきたいです。今は本当にどんな状況でも難しい時間でも失点しないっていうところがチームとしてできたことによって勝ち点を積むことができているので、まあ、厳しい5連戦ではありますけど、まあ、それだけの選手層もすごい厚いので、まあ、何の心配もないですし、全試合 100% で取りに行くつもりで、5連戦が終わった時に、まあ、より高い位置に入れるように一丸になって戦っていくので応援よろしくお願いします。いや、勢いもありますし ね、 あのしっかり同じ方向を向いてるなっていうのは、うんうんね、そうだよね、うん。さあ、27日のホーム水戸戦は今シーズン初のナイトゲーム開催なんです。ビビ君はイースターグリーティングをするんだよね。そちらも楽しみです。イースターのシンボルの卵とウサギにちなんだイースターショーで会場もあるということなんです。可愛いビビ君のシャッターチャンス、ぜひお見逃しなく、うん。そして5月5日に誕生日を迎えるビビ君なんですが、ゴールデンウィークも大忙しなんです、私がビビ君と一緒に一足先に、リサーチしてきました。新メニューができたんですよね、ビビ君ね。せーの、どうぞ。いやー、長崎の景色今日も綺麗だな。綺麗、街並みも素敵だし、お、長崎港もいいね。ビビ君近い距離ゼロ。今さ、ほら、毛細血管まで見えてるんだけど大丈夫？どこだどこだ、毛細血管。今日見てもらいたいのはやっぱりこっちの長崎の景色よね。うんうん。長崎市中心部が一望できる観光名所、稲佐山展望台。新幹線開業に向けて開発が進む長崎駅周辺や、ビファーレンの本拠地となる長崎スタジアムシティの建設地の様子などを見ることができます。ここだここだ。さらに夜になると圧巻の景色が、うわー、うん、世界新三大夜景都市に選ばれた長崎の夜景を堪能することができますよ。うっとりしますよね。おすすめスポット、この稲佐山展望所でビビ君入魂のとびきりグルメが食べられるということなんですが、ビビ君、じゃん、僕のパクパクワンパクプレート完成しました。なるほど、ちょっと見えるな。早速調査に行きましょう。さあ、どんなだどんなだ。この後ビビ君考案メニューのスターメン発表。楽しみ。今回ビビ君イチオシグルメをプロデュースしたのは、去年の夏オープンしたレストランいただき。長崎市中心部を一望できる絶好のロケーション、地元食材を使った絶品の料理をいただける人気のお店です。眺めもいい。いや、どんな料理が来るのか楽しみですね。ビビ君はもう食べた？お料理。あ、本当に？もう全部食べた？考案だもんね。何回食べたの？はい、お待たせしました。こちらがビビ君のパクパクワンパクプレートです。パクパクワンパクプレート、すごいボリュームですけど、モリモリだ。トルコライスをイメージしたプレートになっております。ビビ君と一緒に昨年からですね、いろいろ試作とかを重ねて、長崎産の美味しいものをたくさん使ったプレートに仕上げております。品数も多い。一緒に考えたんだ、じゃあビビ君にちょっと聞いてみたいことがあります。こだわりを教えてください。お願いします。
僕の大好きな長崎の美味しいお肉、お魚、お野菜をいっぱい使ったメニューを考えました。おイエーイ、考えたんだね。ということで、メニューのスタメンを発表します。画面奥に向かって左サイドにはマスコット総選挙で2回1位になったビビ君にちなみ、二つ星サラダ、旬の長崎フルーツ、ジャガ君を配置。右サイドには長崎県産の野菜を使った旬のスープ、中央にはビビ君が大好きな松浦のアジフライ。アジフライを支えるのはバジルとほうれん草のリゾット。その右サイドにはトマトたっぷり五島うどんのナポリタン。いいね。左サイドには県産肉を使ったチーズハンバーグ、自家製のカレーソースでまとめてみました。最高のフォーメーションやね。どうですか、長崎県産の食材をふんだんに使ったビビ君が指揮を取る豪華スタメン。オールスタイルなんだ、ボリューミー。長崎のホームタウンの魅力がもうギュッとこの一枚のプレートにありますね。ビビ君も食べたんだもんね。どうだった？一食一食。美味しかった？美味しかったね。美味しかったよ。やっぱりいっぱい食べたな。もうね、ずっと横で狙われてるんですわ、私。ね、視線が弱いよね。近いよね。わあ、どう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 ？あ、もう顔に出てる。このサクサクのフライと中のふわふわの味がたまらないですね。そう、アジフライの聖地松浦さんのアジを使用しておりますので、あの県外の方にもですね、ぜひ食べていただきたいと思います。そうですよね、やっぱり長崎の魅力がふんだんにこうこもってますから、長崎のファンサポーターの方だけでなく、こうやっぱりアウェーのチームサポーターファンの皆さんに食べていただきたいよね、ビビ君ね。近いもん。なんと4月30日と5月3日はビビ君が1日シェフとして皆さんをおもてなし。ビビ君との写真撮影も予約はクラブ公式ホームページからお願いします。いや、さすが食いしん坊のビビ君、間違いない。品数と種類、ね、そしてこれもビビ君、すごいね、かわいい。こちらプレートを注文したら手書きのメニューイラストがもらえるということで。素晴らしい。ビビ君描いたのこれ、全部描いてるんですよ。すごいじゃん、細かいんだよ。そうなんです、ビビ君のパクパクワンパクプレートは稲佐山レストランいただきで4月29日からスタートします。ランチタイムでもディナータイムでもどちらでも OK です。ぜひ長崎のオールスター的なプレートを味わってみてください。さあ、皆さんはゴールデンウィークの予定はもう決まりましたでしょうか。春はビファーレンで楽しもうということで、ビファーレンではいろいろなイベントを実施しますよ、はい、ということで、そのビビ君もね、お出かけがたくさん待ってるということで、お出かけの予定をこちらにまとめてみました、はい、まずは29日は久々に九州だ J が開催されるということで、 J3 北九州のホームスタジアムミクスタで九州のマスコットたちが勢ぞろいします。さあ、そしてね、ビビ君がいろんな一日にまるまるを務めるんですよね。先ほどもお伝えしましたが、4月30日5月3日が稲佐山いただきの一日、うん、シェフでしょ、はい、このね、一日シェフの時はですね、あの事前の応募が必要になります。なのでクラブのホームページから専用応募フォームありますんで、ぜひね、事前に応募してください。で、30日は長崎ベルガの試合会場にもお出かけする、うん、素晴らしいね、うん、そして5月1日は V ポートイーサー諫早駅店の一日店長と、うん、諫早駅の一日駅長をダブルでやるっていう。ダブルですよ。さらに5月4日になると大村市の未来オン図書館、うん、5日は長崎県美術館で、共に一日館長になるっていう。すごいですね、ビビ君、いろんなところでいろんな働きっぷりをたくさんの人に見てもらいたいね、頑張ってね、うん、さあ、そして5月5日ビビ君のお誕生日なんですが、事前応募制で50人限定の誕生日会も開催予定、そして YouTube ライブでも配信予定なんだそうです。詳細は決定次第クラブのホームページなどで発表されます、はい、さあ、そして5月8日はホーム仙台戦、私たちが今着ているこちらの T シャツなんですが、はい、ビファーレンと長崎ベルカ、そして西九州新幹線がコラボしたオリジナルデザインの T シャツが先着1万人にプレゼントされます。これを着てスタジアムを青く染めましょう。綺麗ですよね、うん、ですよね。さあ、これなんですけども、うん、この日がワクワク広場に西九州新幹線の PR ブースも登場するということなんです、はい、子供た
ちが実際に乗れるミニ新幹線や制服を着て写真撮影もできるので楽しめそうですよね。はい、そしてこの日会場にはですね、ベガルタ仙台のクラブマスコットベガッタさんもやってきます。ビビ君、一緒にさ、いろんなイベントに出たりするんだよね。うん、楽しみ楽しみ。今日スタジオに連れてきてくれた、はい、会場にはですね、ベガルタ、そして、仙台線限定のお得な駐車場付き親子チケットもありますので、はい、ゴールデンウィーク最終日はビファーレンの応援で盛り上がりましょう。さらに5月14日ですよ、5月14日は大宮戦ですね、はい、ホームゲームビビくんデーの開催が決定しました。なんかなびいてるよ。これはもうこれビビくんの誕生日会ですから、うんうん、楽しみですね、はい、今回何やるのって今手に持ってるね、うん、そうそう気になるよ気になるよ。今回は鯉のぼりかな、ね、さあその日なんですが、出島シートが鯉鯉鯉のぼりシートにチェンジします。いい、主な特典としてね、こういうのがあります。ビビくん特製の入場券でしょ、はい、ビビくんとのツーショット写真撮影、さらにはお好きなアイテム一つにビビくんのサインをしてくれるって、超豪華なね特典がありますんで、さあ鯉のぼりシートの販売は V ラバーズの皆さんは5月2日から、一般発売は4日からとなります、うん、なお今お伝えした8日の仙台戦と14日の大宮戦ですが、この2試合がセットになったお得なチケットがあるんですね。このセットチケットだとなんと2試合目の大宮戦は半額になるんです。鯉のぼりシートも含めて詳しい情報はクラブのホームページ確認してください。さあこの後はビビ君のバースデーメッセージを紹介していきます。ビビ君、欲しい誕生日プレゼントあるのかな。何で見てごらん、カイダさんにお願いしてごらん。メイン MC 欲しいね。ビビ君、この間岩下社長とお出かけしたんだって、ね、行ってきたってね。先日、岩下社長と一緒にビビ君も長崎県庁を表敬訪問しました。大石健吾県知事になって初めての訪問、改めてクラブの取り組みなどについて話をしてきました。全体の力で長崎をこうより元気にしていきたいなっていうふうに思います。ビビ君も大石知事と記念撮影したんだよね。大石知事、長崎県庁の皆さん、ありがとうございました。さあ、そしてビビ君、今週木曜日には大竹選手と一緒に大浦市にも表敬訪問に行ったんだよね。園田市長や市役所の皆さん、オムランちゃんにもご挨拶できてよかったね、ビビ君、ね、うん、さあ、そして開業が待ち遠しいこちらです、長崎スタジアムシティですが、そのプロジェクトの、公式サイトができました。いよいよ2年後に迫る長崎スタジアムシティのプロジェクト概要や完成予想図を見ることができます。さらにビファーレンの公式アプリでは新スタジアムの VR 体験もできちゃうんですね。どんなスタジアムになるのか、どんな施設になるのか、もう今から楽しみですね。さあ、そして、はい、ビビ君も今日はね、はい、お祝いメッセージがもう、ね、お時間がね、全部ないんですよ。もう見てください、これもうね、ビビ君さっきからチェックしてたんですが、はい、もうたくさんたくさんたくさん来てまして、いつだけご紹介させてください。写真もいっぱい、本当、ね、ごまさんから、はい、いつもいつも誰かのために一生懸命頑張っているビビ君の姿、本当にかっこよくて心から尊敬しています、生まれてきてくれてありがとう、大好きだよという愛がいっぱいです。ゴールデンウィークも頑張るんだよね。いろんなところで写真撮影できるね、うん、はい、さあ、そして試合はこの後午後2時からアウェー新潟戦です。27日はホーム水戸戦です。鯉のぼりのように高く高く舞い上がれってくれ、じゃあ最後ビビ君鯉のぼり持ってさ、ぜひぜひ、うん、そうそう、ビファーレ長崎もここから上昇です。高く高く舞い上がれ、また来週です。ビビ君ありがとう。
ついていってる。近いよ、近いよ。